こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は私の司法試験受験時代という話をさせてもらいたいと思います。もう本当に暗くて寂しくて悲しい青春でしたね。私は実は成城工業高校というところを卒業しておりまして、大学に行く気はなかったんです、高校時代。まあ成城工業高校、今は工業高校でなかったと思いますけども、普通の高校になったと思いますけれども、行った理由はですね、僕は大学生なんて遊んで暮らしてる連中だから、それより早く手に職をつけて社会に出た方がいいんじゃないかなんて、そういうバカな子供の考えで行ったんですけども、やっぱり広い世界が見たいと思って大学に行きたくなりましたね。その代わりレベルが低いからもう猛勉強したんですよ。猛勉強するための秘訣といいますかね、受験してる学生さんも今ちょうどいらっしゃると思うんですけど、秘訣といえばね、まず感情の乱れ、情緒的な乱れをなくさなきゃいかんのですよ。本だけを読む状態にしなきゃいけない。僕初めて読んだ本が債権総論でね、その時に書いてあったのが、債権とは人ですね、人をしてあることをなさしめうる権能であるって書いてある。何言うてるかさっぱりわからん。こんなさっぱりわからんのをね、理解しよう思ったら何回も何回も繰り返して読んでですね、そうしたらぼんやり分かってくる。そのためにはね、感情の乱れがあってはいけません。情緒がね、不安定になってはいけない。何がいかんかいと、友達とおしゃべりすること、友達作ること、これがいけない。まず一人になることですよ。一人になっても、本以外に、もう何にもない状態にしてしまうこと、ゲームやるとか、なんか漫画の本読むとか、論外ですね。とにかく受験用の本以外に、それ以外の世界は存在しない状態に追い詰めていかないといけません。だから関心あることとか面白いこととかね、全部排除しないとダメ。人間関係はね、もう親とだけでいいです。そこまでに絞り込んで、とにもかくにも本を真剣に頭の中に入る程度に読める環境づくり、これが一番大事ですね。それがあとはもう何が何でもというこの強い気持ちですね。何が何でも俺は目標の大学に合格してみせるぞと、それがない限り俺には人生がないんだと言って自分を追い込んでいくことですね。そして、楽しいこととかね、あるいはもういろんな関心があること全部立ってしまうこと。本だけの世界、それ以外ない。本を読む人だけが偉いんです、それ以外ない。そういう状態に追い込んでいくことのように思いますね。僕は成城工業高校っていうのは城東区にあったんですけども、私は高校ができた2期生ぐらいですね。ですからもうだいぶ経つんですけれども、成城高校卒で卒業の有名人と言いますとね、野球のピッチャー野茂さん、成城工業なんですよ。僕会ったことあるんですけどね。っていうのは高校の時からすごく注目されてたんで、カンパしてほしい言ってね、僕弁護士だったんですけども、カンパをね募られて、その時に野茂さんが自転車で僕の事務所来たことあるんですよ。会ったことあるんですよ、野茂さん。それと私、山内幸男が、二人が成城高校卒の有名人ですね。私の方は山口組の顧問弁護士なんかなっちゃいまして、まあいいのか悪いのかよくわかりませんが、今はまあ YouTuber でございます。大学に行く気はなかったんです、高校時代。ところが、高校卒業前後頃から急に大学に行きたくなりまして、そして学力的にはもう工業高校ですから、受験にはとても非常に低次元だったんですけれども、1年間浪人して、1年間である程度の学力まで無理やり持っていったんですね。むちゃくちゃ勉強しましたね。本当に本の虫になって1年間勉強して、そして極めて低次元から早稲田大学の法学部に合格するところまで学力を上げました。そして法学部を受験したのも、司法試験を受けたいという気があったから法学部を受験しているんです。なぜ司法試験を受けたかったかというと、私その当時すごいね、情熱家だと自分でも思っていてね、有り余るエネルギー、何かをね、ぶつけたかったんです。自分の持ってるこのすごい情熱、火の玉のようなね、燃えるものを何かにつぎ込みたかった。それはまあスポーツでも芸能でもよかったのかもしれませんが、私は将来長きにわたって役に立つ、そして困難なことに挑戦してみたかった。それで選んだのが司法試験だったんです。司法試験の場合は合格すればかなり、安定があると思われますんでね、他のことに
その若い有り余る情熱を使うのがもったいなかったんですよ。そしてまあでも大学に入った 1年半ぐらいはちょっとゆっくりさせてもらいましたけども、2年の夏ぐらいから徐々にこう司法試験受験体制に入っていきました。そして卒業する頃にはもう真っ盛りの状態の生活でしたね。だいたい朝の8時に起きて、そして僕は勉強する場所は早稲田大学法学部2号館3階の読書室という2、30人が入る勉強部屋があるんですけども、そこに毎日通ってもう自分用の椅子を占拠しまして、そこで一日中暮らすというような生活をしておりましたね。夕方に一旦終わるんですけども、食事して、そこから家に帰ってからまた夜の12時まで食事している時と、あと風呂に行っている時以外はもう一日中本を読んで暮らすという、そういう生活をするんですね。これが足掛け6年丸5年間続くわけです。それでもなかなか通るもんじゃないんですよ。この司法試験に通るためにはいくつか条件がありましてね、まず一つはやっぱり生活の安定。僕は両親から仕送りしてもらってましたんで、バイトをしなくて済んだわけですけども、バイトしながらやってる人も中にはいるんですね。学校の警備員っていうバイトをやりながら司法試験を受けている人が多かったです。でも、二足のわらじでやっぱり合格しません。ものすごく難しい試験ですから、合格した人はほとんどいなかったですね。僕なんか親から仕送りしてもらってたから、勉強だけに没頭できる生活ができたんでよかったんですけども、それが第一。それ2番目はですね、情緒の安定を保つこと、要するに感情が乱れることは一切避けること。そのために第一は女の子にうつつを抜くことはもうこれ論外ですから、僕は18歳26歳まで女性には全く関心がなかった。もう関心持たないと決めて思い切ったら本当に関心なくなりますね。生身の女なんかも見ても話すこともなかったけども、それでも何の感情もわからなかったです。それぐらい冷え切ってましたね。そこまで追い詰めないとダメなんですね。その代わりね、性欲だけやっぱり若いからね、いっぱいあるんですよ。だから性欲の処理だけはもう自分で何とかしなきゃしょうがないという状況ではあるんですけども、生身の女性と関係お話しするとかなんかするとかいうのも絶対しませんでしたね。もう完全に断ち切ってました、ね、それはもう成人君子みたいなもんですよ。そしてその次でその環境ですね。勉強部屋がいるんですけども、僕らの場合は法学部2号館3階読書室にそういう勉強ばっかりやってる連中がね溜まってるんですな。そういう部屋があるんですよ。だいたい当時の学生言うたら一番多いのが一般学生、ノンポリと言いますか、バイトをしながら勉強も適当にして、体現総合を履いて、結局は女の子との恋愛で燃え尽きておる連中ね。僕はかなり、当時ですよ。当時はもう軽蔑してました。こんなもう人間じゃないと、犬や猫でも恋愛ね、恋愛するの、そんなもんで喜んで、それで消滅してもったいないじゃないかと思ってましたね。それから、僕らの時代は学生運動やってる人がいたんですよ。それこそ鉄パイプとかね、角材持って殴り合いして、しょっちゅうやってましたね。あれは確かにね、エネルギーいりますわ。ほんまに、殺人事件がポコポコ起こってましたからね。あれはエネルギーいるけども、将来の役に立たん。だからくだらんことやってんのはもったいないなと思いながら見てましたね。学生運動が盛んで、この法学部2号館が、学生の自主管理なんてなったことがあるんですね。学生がその運用するんですよ、その2号館を。そしたら読書室を24時間開放してくれたんですね。24時間空いてるんですよ。だから24時間勉強しようと思ったらできるんですよね。僕なんかよく勉強した方だから夜の9時まで座ってました。でもさすがに9時になったら帰ってお風呂入って飯食ってまた若干勉強してに備えて、で私の先輩で吉岡さんといってね、今大阪弁護士会の弁護士さんやってますけど、その方もよーく勉強する方で、この方が10時ぐらいまでいらしたですかね。それからたった一人だけね、帰らないやつがおったんですよ。24時間空いてたら24時間勉強してるやつがいるんですよ。長谷川文治言うてね、この人ね、自主管理になって何日も読書室空いてるでしょ。ずーっと言うんですよ。もう全く帰らないんですよ。こうやってね、学生服着てるんですよ。至るとこ破れてボロボロになってるね、学生服着てるんですよ。で髪の毛ね、伸ばしたままも掘ってあるんで、何十年も伸ばしたらね、こういう状態でね、真ん中がシューッと伸びてね、レンジ師みたいな伸び方するんですね。それもゴテゴテ汚い髪の毛でね、顔もぶどつ暗くってね、そういう人が一人その読書室に座ってるんですよ、端っこの人。この人24時間読書室オープンしたら24時間座ったままずーっと本読んでるんですからね。そしてまたこれが彼が臭い
の臭いの、むちゃくちゃ臭いんですよ。でもみんなそれ我慢して、お互い勉強仲間やからね、喋ったことない、聞いたことない、誰一人として。その人12年ぐらいやってるんですよ、その法学部の学生として司法試験の受験を。でも話し声を聞いた人がいないって言う、いてる長谷川文治さんいてね、その人何が起こってもただ本読んでるから、僕ねすっごい尊敬したんですよ。本当に孫子様みたいな、なんていうのかな、もう本当にね立派な人やとね、心から浸水したんですよ、文治さんに。ですからね、あの文ちゃん文ちゃんって言ってたけどね、あの近くに座る人がいない、臭いから。俺あのさすがの私は尊敬してたから、お隣に座らせてもらいましたけども、それでも席2つ開けてたんです。でもしばらくしたら鼻麻痺するんでなんとかなるんですけどね、その方も座ったも動かないんだけども、トイレ行く時だけは部屋の外のトイレ行くんですけれども、その時の部屋の出方がね、ゴキブリみたい、こう壁張っていくんですよ。人に声かけられるの嫌やから、声かけられて何か文句言われるから張って出て行ってね、ほんでおしっこしてね、帰ってくる時もバッ壁を張って帰ってきて、その席に座るんです。で24時間本読んでるんですよ。もうすごい人やと僕思いまして、ほんでね、その方本読んでるでしょ、めくらないんですよ。一回パタッとめくったらね、3時間ぐらいじーっと読んでるんで、ほんでパタッとめくったらね、3日間ぐらいめくらないんですよ、本を。何してんのかな、じっとと見てた。なんかブツ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 おっしゃってね、どうもね、人はとかね、あの地球は天はとかね、哲学してんのね。知らなかったんだけど、哲学に瞑想にふけてらっしゃって、もう十何年間司法試験受けてんでしょ。それでも全然通ったっていうことを聞いたことまで、ずっと本読んで、で私隣に座ってたから分かったんだけどね、本読んでない、読んではいるんですよ、法律の勉強してらっしゃるんですよ。だけどやっぱり法律の勉強をさらに高めてね、乗り越えてね、哲学の世界にいてはったですね。いろんな思想、いろんな人間とは何かとかずっと考えながら、そのうち司法試験に通ることもあるだろうぐらい思ってたんじゃないでしょうかね。かなり目立った有名な方でした。ほんで、みんなでね、一時あんまり臭いから、あの、ちょっと下着プレゼントしようという相談、後の他の仲間でやってね、その、風川さん捕まえてしたんですけどね、その時察知して逃げ回るんですよ。誰とももう、あの、なんか文句言われて逃げ回って、かわいそうで、それが。てかもう、そういう下着プレゼントするのもやめて、ほいでそこにずっといて勉強してたんですよ。で、私、合格をした年にですね、今年合格するなと思ってたんでね、一度その、長谷川さんの声が聞きたいと思って、話しかけようとしたんですよ。で、もうしょっちゅうこうやって見るんだけどね、向こう見るたびに切ってね、顔をそらして、絶対ね、こっちの方向いてくれなくて話しかけられることができなかった。でもね、私じーっと最後観察してね、分かったんです。気がついたんです。彼は十数年間、最初は司法試験の勉強して、法律の勉強してた。しかしそのうち法律の勉強がもう3割、2割、1割になって、哲学をするようになった。そして、あの人間とは宇宙とかということをずーっと机の前に座って考えていた。そして、私が合格したとき、さらに高まって、何してたと思います？寝てたの、ただ寝てたの、寝てたんですよ。彼は机に座っても24時間座って、ただ眠たいから寝てたのね。それを気がついた。いやー、もう本当に参りましたけどね。でも本当に尊敬してたんですよ。で、私は弁護士になって、彼は相変わらず通らなくて法学部に残っておったんですけども、弁護士になってから風の頼りに長谷川さんの噂を聞きました。最後はもう、あ、そう、あの人ね、あの、どうやって生きてるか言ったらね、生卵5つ、毎日生卵5つね、コンコンと後落ちながってね、ジュル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 と飲むんですよ。それを5つとね、パンをあの2枚ぐらい。それで11年間生きてるんですよ。生卵だけで。すっごい人なんですよ。ほいで、僕は弁護士になって、それ何年か経って風の頼りに、長谷川さんの噂を聞いたんですけども、最後はね、まあ、あの、栄養失調で立ち上がれなかったそうです。それでも救急車で運ばれて、結局精神病院に入ったと聞きましたけども、長谷川さんが言った最後の言葉がね、お金がないから病院に行けませんという言葉を初めて口から発したんです。まあ、それを聞いてね、
まあ、かわいそうなことをしたな、過酷な試験だなと思いましたね。それぐらい勉強しました私は。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。